明治おいしい牛乳がおいしいのはですね、加熱殺菌の時の成分の酸化をできるだけ抑えたからなんです。そうすることで牧場のおいしさをそのままお届けできるんですね。それがナチュラルテイスト製法。ちょっと難しかったか。明治おいしい牛乳。牧場で飲む牛乳ってコクがあるのに、実はとてもすっきりとした味わいなんです。絞ってみたい人。はい、はい、この牧場で飲む牛乳の美味しさをできるだけそのままお届けする、それがナチュラルテイスト製法。みんなで言ってみましょう。明治美味しい牛乳。ミニも出た。好きでした。牧場で飲む牛乳のような自然でほのかな甘みの秘密を知ってからずっと好きでした。夢か。明治おいしい牛乳。はーん、牧場で飲む牛乳のような自然でほのかな甘み、その秘密はナチュラルテイスト性。そこまで。明治おいしい牛乳。今日数二の時間鈴木さんのこと見てたでしょ。見てないよ。見てた。チラチラ見てないって。見てた。ごめんなさい。明治おいしい牛乳。牛乳もらっていい？あ、いいよ。やっぱダメ。え？ダメ。なんでいいじゃん。ダメ。お。あ。明治。小さい。おいしい牛乳。あ。おっぱいおいしいな。ダメ。おっぱいちょうだい。おっぱいちょうだいよ。ダメだってば。振りもんなの。明治おいしい牛乳。ママのおっぱいチューチューチュー。ママのおっぱいチューチューチュー。チューチューチュー。痛い。ごめんなさい。明治おいしい牛乳。仕上げに牛乳入れます。はい先生、牛乳です。明治おいしい牛乳。自分の人生なんだから好きなことしろって父さんが言ってくれた。頑張ろうね。おいしい生乳をおいしい製法であなたに。明治おいしい牛乳。明治明治。いつも食べてるあの料理もっとおいしくなるのです。決め手は明治おいしい牛乳ですね。明治おいしい牛乳。レシピはサイトで。あの料理もこの料理もすいません、もっとおいしくなるのです。決め手は明治おいしい牛乳ですね。明治おいしい牛乳。レシピはサイトで。明治さあフレンチトーストを作るよ。ちなみに先生も大根は。決め手は明治おいしい牛乳ですね。明治おいしい牛乳。レシピはサイトで。明治おいしいって嬉しいね。おいしいって優しいね。おいしいって大事だね。明治おいしい牛乳。明治おいしいって嬉しいね。おいしいって優しいね。おいしいって大事だね。明治おいしい牛乳。明治おいしいって嬉しいね。おいしいって優しいね。おいしいって大事だね。明治おいしい牛乳。